牧村美恵子は、1980年代前後に大ヒット曲を多数持ち、1981年から1984年まで、4年連続 NHK の紅白歌合戦にも出場した演歌歌手。2013年6月に TBSK で放送された、爆報、ザ・フライデーに出演し、辛かった過去について告白していました。なんと牧村美恵子は、一時は医師から余命5年を宣告されたほど、重い病気に侵されていたとのこと。2002年頃に発症したという牧村美恵子の病名は、肝硬変と食道静脈瘤。原因は、おびただしい飲酒量だったと語っています。1990年初頭まで順調だった歌手活動に陰りが見え始め、正念場を迎えていた牧村美恵子。1997年2月、そんな彼女を襲ったのは、最愛の父親の死でした。喪失感のあまり、何のために頑張ればいいのか、わからなくなった、という牧村美恵子は、一日中酒を浴びるように飲み続け、アルコール依存が進み、初めて病院へ行った時には体重が 35kg まで激減していたと、当時のことを振り返っています。牧村美恵子は1953年12月21日、北海道美唄市で、5人兄弟の末っ子として生まれました。炭鉱労働者だった父親は、39歳で生まれた末娘の牧村美恵子を溺愛。しかし、長年の炭鉱労働で衰弱していった父親は、40代後半になると、やがて働くことができなくなりました。食堂の皿洗いをする母親の収入が、一家の唯一の支え。家族7人が、6畳一軒で窮屈に暮らす極貧生活の中、牧村美恵子は、みんなが暖かく寝ることができる家が欲しい、と、夢を抱くようになります。こうして歌手になる決意をした牧村美恵子は、中学卒業後の15歳で上京。釣り具店で働く傍ら、サンミュージックタレントスクールを経て、19歳だった1972年7月25日に RCA レコードより、少女は大人になりましたを発売し、デビューを果たします。そして1985年32歳の時、ついに悲願のマイホームを購入。富士山の麓の豪邸で、両親、兄弟と共に暮らす幸せな日々でした。家族のためだけに走ってきた牧村美恵子にとって、同居からわずか10年余りで父親が亡くなってしまった悲しみは、想像を絶するものだったはずです。牧村美恵子は、デビュー以降も数枚のレコードを発売しますが、なかなかヒット曲に恵まれずにいました。ところが、27歳の時に偶然聴いた渡り哲也のシングル、道連れが、大きく運命を変えることに、どうしても、この曲を歌いたい、と、強く願った牧村美恵子は、渡り哲也が、当時の所属レーベルコリドールの先輩歌手だったこともあって、本人に直談判したのだと言います。すると、渡り哲也は、なんと自分のレコードを廃盤にしてまで、牧村美恵子に道連れを譲ってくれたのだそうです。1978年12月、牧村美恵子のカバー版、道連れは、オリコン週間シングルチャート38週連続20位にチャートイン。100万枚を超える大ヒットとなりました。1978年10月発売、夫婦気取り。1980年10月発売、あなたの妻と呼ばれたい、と。立て続けにヒットを飛ばした牧村美恵子。道連れで1981年の紅白歌合戦へ初出場を決めると、以後4年連続で出場を果たしました。1989年にも、友禅流し、というヒット曲が生まれ、牧村美恵子は、演歌歌手としての確たる地位を築いたかのように見えましたが、
ここから鳴かず飛ばずの時代に突入することになりました。牧村美恵子は2002年の病気発覚から約2年の闘病生活を経て2004年に歌手活動を再開しました。牧村美恵子の病気は完治したわけではありませんが、復帰から2018年までに6枚のシングルを発表しています。重度の肝硬変を患っていた当時は死の恐怖を感じるどころか、あと5年も生きなきゃいけないのかとさえ思ったと言います。そんな牧村美恵子を救ったのは小林幸子、山本譲二、細川隆、北島三郎らが送った一本のメッセージテープ。負けちゃいけないよ、歌いたい時に歌えばいいとの言葉に、もう一度仲間のところに戻りたいとの思いを抱くようになります。そんな時、牧村美恵子のもとに父親の遺品が届きました。その中には牧村美恵子の全リリース作品が一曲につき何枚もあったと言います。それを見た牧村美恵子は、生きて父親のために歌うため一切の酒を断ち闘病への決意を固めたそうです。その頃に、あと5年生きないとダメなら痩せ細った顔や身体を元に戻し徹子の部屋に出ることを目標にしたとのこと。2016年7月27日に牧村美恵子は念願のテレビ朝日系徹子の部屋に出演し、目標を一つ達成しています。牧村美恵子は演歌仲間や亡き父親の深い愛に支えられ見事ステージに返り咲きました。牧村美恵子はかなりの経歴を持つ演歌歌手であるにもかかわらず、キャンペーンで歌う時にはファンが共に口ずさんでくれるのが至上の喜びなのだそうです。古風なほどに真面目で愛情深い牧村美恵子は、友人たちとは手紙のやり取りで丁寧に気持ちを伝え合うとも言います。特に絶望期から救ってくれた小林幸子とは遊び心のある手紙交換を楽しんでいるのだそうです。そんな牧村美恵子は現在も独身です。その理由について牧村美恵子は、21歳の時に出会った渡里哲也と石原裕次郎以外に結婚したい相手が現れなかったからとコメントしています。2018年11月27日、サンミュージックグループの創立50周年記念式典が東京港区の東京プリンスホテルで開催されました。牧村美恵子はサンミュージックに47年間所属しています。まだ事務所がスタートしたばかりの頃は、所属タレントたちは故相沢秀義会長の自宅に居候し共同生活を送っていたといいます。しかし牧村美恵子は、私は3日ぐらいしかいませんでした。人と一緒にいるの嫌なので。だから、今でも独り者です、とコメントし、笑いを誘っていました。牧村美恵子は2014年10月22日に、気づい線をリリースしています。気づい線は、少し軽い曲調が特徴的。戸惑いながらも、歌の師であった亡き作曲家遠藤実の死を温かく包むように歌いなさいとの言葉を胸に、真心を込めて歌っているのが印象的な曲です。その後、3年10ヶ月ぶりの2018年8月22日に、歌一輪をリリース。歌一輪は色恋の話からは、離れた明るい調子の楽曲となっています。2019年1月25日付の西日本新聞夕刊に掲載されたインタビューにおいて、牧村美恵子は歌一輪について語っています。最初にスタッフから提示された新曲についての情報は歌一輪という題名のみだったそう。牧村美恵子がリクエストしたのはふるさとなど素朴な感じを入れてほしいということだけだったそうです。そして出来上がった歌詞の座右の銘と父親の言葉はいつも胸の中といった歌詞を読み、
牧村美恵子は驚きながらも家族を思い、涙が出てきたとか、私がただ幸せだけできていたら、この歌は歌えなかったかもしれませんね、と言葉を紡いでいます。これからも牧村美恵子にはその美しい声で、みんなの心に響く歌を歌い続けてほしいものですね。最近、牧村美恵子さんをご覧になられた方や、徹子の部屋で見たという方ならわかると思いますが、とても62歳には見えない綺麗さです。着物も似合っていて、日本美人という言葉が一番似合うのではないでしょうか。牧村美恵子さんは渡利哲也さんのことを第四人だと話されています。その理由の一つに渡利哲也さんの曲、道連れをカバーして、それがヒットしたことが理由としてあるかもしれません。それ以前にも曲は発売されていましたが、そこまでの売り上げにはつながっていませんでした。そんな牧村美恵子さんの生年月日は1953年12月21日。演歌が似合う年頃になって来られましたが、さすが芸能人とでも言いましょうか。未だにめちゃくちゃ綺麗です。もともとは北海道の美唄市の出身で高校は、行かずに東京に出てきておられます。一般の会社に就職されながら、サンミュージックのタレント学校に通っておられました。その後にデビューを果たされ現在に至るのです。実は北海道では両親が炭鉱で働かれていたなんていう話もあります。大変危険な仕事で大変だったのだろうとは思いますが、そのことは現在の演歌にも通じるものがあるのではないでしょうか。演歌ってきつい仕事の中で聞くと、本当に力が湧いてくると私は思います。幼少期は大変だったかもしれませんが、今の牧村美恵子さんがあるのはそのおかげかもしれませんね。そんな牧村美恵子さんが結婚されているかどうか気になりませんか？昔からのファンや最近ファンになった人も気になっていることでしょう。牧村美恵子さんは結婚されていません。未だに独身を貫いているのです。結婚するなら渡利哲也さんか？石原裕次郎さんだと言っておられるくらいです。この二人にはとても影響を受けていて、この二人を超えるような男性には出会ったことがないとか、結婚されていないことを喜んでいるファンも多いかもしれませんが、この二人よりもいい男だと、自信のある人も少ないかもしれませんね。以前よりも牧村美恵子さんのことをテレビで見かけなくなり、ちょっと心配されていた人もいるかもしれませんね。実は数年前に肝硬変になって入院生活を送られていました。現在では随分と調子が良くなっておられるように見受けられます。だから徹子の部屋にも出演されているのだと私は思いますが、そして今現在でも精力的にコンサートで全国を回られています。テレビにこそ出演されることは少ないです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。